海賊、海賊ガチの海賊でやってます。下まで選んだのよ。えぇ、ー、うん、なんか70歳のお兄ちゃんたちのことがあって昔さ、すごかったよね。帰る、今すぐ帰る。やってやる。セカンドストリートです。どうぞご覧ください。本日はコラボでございます。イエイ。おはよう、キャプテンは今日だ。おはよう、マリモです。どうも、海賊頑張りです。そんなんだっけ。わかんない。あの、外向けがわかんない。コラボ外向けがね、いつも内側でやってるんで、僕たち。あの、コラボがほぼ初なんですね。嬉しい。すみません、本当によろしくお願いします。それは海賊カンパニーとしての話。あ、そういうことです。海賊カンパニーとしての話してください。なんでですか、夏も来てもいないのに。はい。なんか、なんですか、そのハロウィンなんで。それは、あくまでもキャラではなく、うちらは海賊、海賊でガチの海賊でやってます。どっちが船長なの。あ、こっちキャプテン。あ、キャプテンなんだ。キャプテンと古文のマリモです。古文、なんか古文の方が色が濃いのね。海賊っぽいですね。海賊カンパニーさんだとご飯を食べよう。天丼か、ヒレカツか。ヒレカツ、うわ、どっちにしますか。はい、選んでください。キャプテンはカツだ。はい、じゃあ僕は天丼でいきます。おお、え、両方別にカツでもいいですよ。え、カツでいいんですか。別にどちらもいいんじゃない。僕は好きなの選んでる。じゃあヒレカツで。和光のでヒレカツ、うまいやつや。ゆうきさんは。じゃあ私天丼で大丈夫。なんかね、緊張する。え、あ、え、そうです。まあ、海賊ですもんね。初めましてでしょ。初めましてで、会ったこともあるんですけど、多分ここはお互いちょっとお酒も入ってる状況で会ってるから、普通の時は。あ、そうですね。ないよね。はい、シラフレの時は多分。へぇ、初めましてぐらいです。敬語やめてください、キャプテンなので。いや、難しいですよね。キャプテンが初めてなんで。そうそうそう。だから、撮影前に海賊としての言葉で言った方がいいのか。全然俺たちで。何して海賊としての言葉。海賊なんか。海賊なんですよ。あ、海賊です。危ない危ない。今政府から逃げてきてますから。手をね、こっちからね。はい、いただきます。かわ、かわでしょ。かわいい、かわいい。せーの、いただきます。え、かわいい。本番早っ。実は、達也と金曜くんは会ったことがあって、マリモッコリは、はい、これ区切るのやめてもらっていい。マリモッコリはなんか一瞬だけ会ったことあるらしいのよね。あ、達也はね。そう、僕っすか。一瞬だけ。あの、渋谷でね、あの、ジョキアさんが撮影をしてらっしゃるでしょ。で、そのインタビューに答えたことが一度だけあったの。その時にカメラマンをしたのがマリモッコリさん。あ、そこだったんだ。それで行くんですね、今日。マリモッコリさんなんです。そうなんですね。そう、女装して、ネモエオちゃんっていうモデルさんと2人でギャルの格好をして、あの、ジョキアさんの YouTube で YouTube やってるんですって言ったら、どういうチャンネルですかって言われて、あの、オカマに行こうって言って、なんかそれ言う話ですよ。いただきます。え、おっとおっとおっと。この方はもうすごかったんだから。違う違う、その話。結構フライデーのミロンスクールがありましたね。ほんとこれやばい。何ですか。いや、言うよ、私はもうこれは。え、いつの話でしたっけ、あれ。もうね、4年ぐらい前ですよね。食べてね。ちょっと食べれないですか、ちょっとその話があるから。なんか、いただきます。これどこまで言っていいのかわからない。食べるかい。渋谷で、あの、パーティーがあったんですよ。で、そこにはなんかインフルエンサーさんとか、あの、芸能人の方とかね、たくさんいらっしゃって、はい、で、そこは何のパーティーなのかわかんないんですけども、あの、本当にただのパーティー。本当にここ破れてるよ。あ、うん、だからこれ安いやつなんですよ。そうよね。はい、あの、多分その時に初対面なんだけど、はい、まあこういう多分キャラっていうかオカマだからさ、はい、まあ物珍しくはまあ見られてたなとは思うんだけど、はい、もうね、達也もベロベロだったと思う。いや、結構ベロベロでした。いや、あんたに言われたくない。いや、達也さんが一番ベロベロ。いやいや、いいえ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 、バカバカバカブス、バカバカ。悪口が2回聞こえた。その経緯はちょっとよくわかんないんですけども、まあ、ベロベロな脇陽君に私はね、キスをされたんです。はい、間違ってます。間違ってますよ。間違ってる。はい、間違ってますよ。二人で記憶回収してこ、キスされたんですよ。はい。で、おや、おや、だ。キスされたってことは、じゃあ脇陽くんからあなたを襲ったってことね。はい。
で、しかもただのキスじゃなかったんですよ。え、どういうやつ。ちょっとシチュエーションやってちょうだい。シチュエーションやったら難しいけど、壁ドンをされてよ。え、これマジリアルだ、これ嘘ついてないから。待って、4年前の壁ドンはマジで痛いよ。壁ドンされて、キスされて、あ、されたんすね。あのね、下まで入れられたのよ。え、いや、ほんとに私はそこから、そういう印象しかなかったもん。でもその後なんか冷たかったやつ、その後 LINE 交換したと思うんだよね。うん、冷たいな、多分ね。だからもうね、YSP？ あっ多いですか。いやいや、まあまあ、で本当に YSP をされたんだよね、うん、っていう話ですか。やりしてっていう話です。はい、なるほど、うん、はい、じゃあ僕から話します。そうね、うん、まず、はい、まあ、キスされましたと、はい、まあ、おっしゃってましたが、うん、もう全くの事実無根でございます。あら、おっ、はい、あの、僕がされました。ほう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 、だいぶ顔はもう、もう違うじゃん、はい、もう人狼です。どっちですか。人狼です、完全に。完全に、当てよう。よし。まあ、というと、はい、まあ、ベロベロに2人とも酔っ払ってました、はいはい、で、実は僕はベロベロに酔っ払って言ってましたけど、うん、ちょっと、うん、酔ったふりみたいな。おうおう、僕がです。おう、うん。いや、これは、はい、あの、覚えてますかね、多分おなぶたが多分いたと思うんですけど、僕の相方で、うん、あ、うん、おなぶたってやつがいるんですけど、うん、おなぶたと一緒に二人で来てたよ。二人で来ました、ね、うん、ほら、うめ、覚えてる。あ、すごい、うん、で、酔っ払ったふりして、そのいろんな芸能人さんに絡めば、うん、なんかすごい緊張もせずいけるんじゃないっていうのでやったんですよ。あー、なるほどなるほどなるほど。で、ちょうどたまたま先生さんとお会いして、うんうん、まあ、で、僕、あの、その、まあ、なんか全然そういうのね、うん、あの偏見なくて、うん、なんだ経験として、なる手前で笑いながらそれを言う。いや、ちょっと で、酔ったふりをして、うん、注意をされに行ったんですよ、うん、だから、したんじゃなくて、うん、されに行った。それで、案外楽しくなっちゃって、うん、めっちゃベロチューしたの覚えてます。あ、ほら。だから結局やり捨てっぽいよ、私。だからどっちもがどっちも正解なんじゃない。多分達也から言ったかもしれないけど、ベロを入れ出したのはこっちかもしれない。あ、多分そうかも。それは絶対そう。やり捨てっぽいではないっすよ。YSP よ、YSP。違います。気をつけなさいよ、本当に。いや、でもめちゃめちゃ良かった。そこまで言ってくれるの嬉しいよね。嬉しいね。4年前の、はい、あの濃厚接触を忘れられてないっていうことだから、うん、今でも鮮明に覚えてますよ。へ、でも壁ドンされたからね、本当に。俺したっけな、したからそれは。どこですか。ここで、ここでじゃねえ。違う、どの壁とかじゃない。どこの、え、上の壁。あの階段とかのところですか。の、あの会場のところ。おー、中入ったところ。そう、中入った。あー、屋上にあるんだけどね。そうそうそう、屋上でパーティーしてたんだけど、屋上で壁ドン臨中されたって。私言ってること合ってるじゃん。キスされた、はい、キスしに行ったって言ったよね。されに行った、されに行った。これ変えますか。確かにキャプテンが悪いのかもしれない。んー、これはで、どう思って、何それで今。待って待って待って、話変わってきた。ちょっと席がよ、キャプテン、席がよ。僕は戦えないです。だってさ、私今何持ってるか。おお、うわー、えマリモ、お前のナイフだぞ。脱落されちゃいました。脱落されちゃった。大事なものはちゃんと取っときました。僕でも一回やってるんですよ、あの男の人と。えぇ、はい。あ、でもマリモには言ってるよ。いや、知らないです、初めて聞きました。それなんか言ってた気がする。うん、なんか70歳のおじいちゃんってことがあって。ちょっと待って、待って、パンツの向こう。いい、いや、立ってましたよ。どこまでやったんですか。僕が入れられました。まあ、痛かったんですよ。うん。でも、やっぱ、そういうのを経験としてみたいので、やってて。うん、だそういう、ちょっと、やっぱり、ショッキングな、あれがあったんで。うんうんうん。で、その後の立てさんだったんですよ。ああ、ちょっと待って、ちょっと待って、どうしました。今度ところは、立ったところじゃなくて、立って70歳の男とやろうと思ったの。いや、それもまた不思議で、真っ暗な、その部屋に、で。まあ言っちゃえば、わかりますよ、たぶん。はい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 。行った時に、うん、とか言うんだ。ちょっと待って、やだ。もうそっちじゃん。違います、違います。だから、まあその、あ、ごめん、わかんないね、わかんない。ごめんね。気をつけた方がいい。って何ですか。ね、あの、少しのお金を払えば、やりたい人たちが集まって、その場でやるっていう場所でございます。だからよく言えば、ハプニングバーみたいな感じ。ああ、なるほどなるほど。じゃあ、でもそれが、じゃあこちら側の方とゲイの方の初絡み、はい、そうですね。普通に会ったこととかだけでも初、はい、あ、そうですね。初である。え、でもなんで海賊カンパニーって、なんだ。まあ、仲間と JP やりますね、うん、コラボされてました、ね、うん、はいはい。が、
ネタで言った架空の会社の名前を言ったんですよ。それが海賊カンパニー。そしたらなぜか本当のノリでこの2人が海賊カンパニーの会社の一員になったんですよ。本当のノリで、そしたら気づいたらこの飛行機でした。でもそれは架空の名前を言ってしまった JP のせいだね。そうですよ。そうですね。本当にそうなんですよね。はい。だから JP は一応海賊カンパニー社長なんですよ。あ、社長なんだ。あ、社長なんだ。なので一緒にはなんか撮影とかはしない。あ、たまーに出るみたいな。あ、するんだ。たまーに。社長が。はい。中村JP さんのせいですねって言ったら、はいっていうことは、いやいややってるんだ。いや、ノリノリでやってるんですよ。脇尾ノリノリやってるんですよ。そもそも、このチャンネル自体が、脇尾が勝手に始めた感じで、で、なんか僕勝手にメンバーに入れられてたんですよ。気をつけな。YSP されるから。やめろ。どういうことっすか。いや、そうなんですよ。勝手に始められて、で、それ、あれよあれよっていう感じで今ここに。なにもちゃんは今、海賊カンパニーだけ？いや、自分のチャンネルもあるんですけど、ちょっと海賊カンパニーでもちょっとインパクトが大きかったせいか、最近プライベートはもう海賊カンパニー見てます。自分のチャンネルは言われず。いや、もうそう、前まではそういうのちょくちょくあったんですけど、最近ちょっと海賊カンパニーが多くて、しかも謎に子供人気も高いんですよ。ね、ねえねえ、これいいんじゃない？全然ですね、本当にマジでよく子供チャンネルはこれだからね。私はマリモちゃんのあの印象は、あの替え歌のなんかこの、あ、そうです、そうです、これの替え歌の印象も強い。さすがマリモだ。すぐバズるか、マリモ。すごいですよ。じゃあなんでマキオちゃんはそんなバズマルさん、待ってな、どういうことですか。昔さ、すごかったよね。昔すごかったよね。やっぱこいつら、痛てぇ、痛てぇ、やめて、古傷が、やばい、すごいちょろい。うさこいバナギ、すごかったじゃんね。あれは今どうだったの。今一応活動しますよ。どこで。あ、渋谷でよくやってます。あ、やってるんだ。一応やってます。すごかったよね、昔ね。あれそれ結構踏み込んでくるんだ。じゃあ一日のルーティンはどんな感じなの。だっていつも YouTuber っていうかもうこれだけでしょ。はい、まあそうですね、人のチャンネルに出まくってて自分のことはできてない。それでも休みない。はい、ほぼないです。え、ご自身編集されてるの。あ、もちろん自分で。はい。じゃあもう相当だわ。なんで緑なの。これは本当にたまたま僕はずっと緑で、マリオもずっと緑。はい、そうです。本当にもう出会う前から。はい、そうです。もう揃えようって揃えたわけです。で、なんでゆうきさん今日緑なの。揃えてきました。これは意識されてた。揃えてきました。ありがとうございます。え、YouTube やってなかったら何やってた二人とも。え、僕らですか。え、待って、今おいくつ。20、今年6です。あ、僕22です。若っ。何やってたの。YouTube やってなかったのさ。保育士さんでしょ。あ、違います。僕はクリエイターやってました、多分。あ、まあどっちみちどっちみち動画作る。動画作る。あ、じゃあその自分が前に出るというよりは裏の方。あ、そうです、そうです。そういうのが好きだったんで。じゃあ表に出てきたのは本当にここ数年の間で、それまでずっとじゃなくて。バインと思います。バイン、はい。それでバインっていうので、たまたまあれなんです、友達に見せる用で撮ってて、友達に受ければいいなと思って懐かしいのを出してたら、ツイッターもなんか通知がいっぱいになったプラス99って表示。バインもそうで、だからある日学校から帰ってパッて見るとプラス99とか。へえ。俺大炎上したのかと思って、めちゃくちゃ焦ったら、まあありがたいこと受けてて、なんか受けたぞと思って、なんかどんどんやってったら、なんかこれで飯が食えるなと思って。それで何かそういうのに目覚めたっていうか。はい、そうです、そうです。当時いくつだっけ。その時当時16です。ええ、だってじゃあ周りの多分16歳よりはもらってたでしょ。もらってると思いますよ。はい、ね。そうです。それは誇っていう。はあ、すごい。僕その時の当時の彼を知ってるんですよ。もう、え、彼すごい人気だったんですよ。そのブライアンとかわかります。はいはいはい。ブライアンとマリモみたいな感じになってたんですよ。ええ、嘘。僕だからすごいファンで、でたまたま、まあなぜか運命の巡り合わせで海賊一緒にやってます。無理やりでしょ。どこで道間違えた。本当だ、本当だ。マジでそうなんですね。かわいそう。本当にそうなんですよ。いい航海士と巡り合えてない。確かに。逆にやってなかったら。あ、やってなかったら。僕でもあの大学行ってて、で大学行ってた時にその教員免許を取ろうとしたんです。
うえーすごーい。いやいやいや、だから、うん、僕多分先生だと思いました、リアルに。え、それは何、はい、小中高とかなんかある？あ、あります。中高ですね。中高の先生になろうと思って、はい、でなってくるとなんかこれ何、教科、教科、あ、社会です。僕僕日本史めっちゃ好きなんで、それで多分社会科の免許取ろうと思ったんですけど。なんで日本史なのに今こういうね、洋物つけてんだろう。本当にね、世界史やっとけよかった。だるでも2人も頭はいいんだね、やっぱりね。いや、本当にそうだと思うわ。だからさ、バイーンっていうのはさ、どういう風に人が受けるかっていうのをさ、16歳ぐらいでさ、それをさ、感じるわけじゃない、うん、で、先生やるからさ、うん、頭が回転が早いわけじゃないの、うん、子供が好きだからそういう風にやりたいってことでしょ。はい。ってなってくる子供にね、受けるのはどういう風にすればいいのかっていうのが今ね、これになってるっていうこうなりました。アドバイスください。何アドバイス、何かアドバイス、アドバイス、そんな大丈夫。どうやったら気持ちいいセックスできると思う。おっとそっちのアドバイスなんだ。そっちか。いやいや、待って、 YouTube でいいですよ。 YouTube アドバイス、アドバイス、これはもうなんてアドバイスもらいましょうよ。どうだろう。でもやっぱり雰囲気づけ大事じゃないですか、その最初の。どっちの話？帰る。今すぐ帰る。なんで？無理だ。もう無理だ。誰も拾ってくれない。しょうがない。実際でも雰囲気大事です。やっぱり、まあ、YouTube だ。あ、YouTube。はい。僕たちがよく言われるのが、海賊カンパニーで言われるのは、昔の YouTube みたいに言われる。お金とかそれが気にせず、うんうん、楽しいからわちゃわちゃやってたみたいな、うん、その時の YouTube を感じるって言われるんで。なるほどね。だから、楽しく。本当に、うん、楽しくやること、楽しくやることが一番。でも、あの、不思議なことにですよ、はい、あの、本当に不思議だなと思うのは、はい、カメラが回っている時と回ってない時、二人とも変わらないですね。おー、え、いいことですよ。確かにいいこと、いいこと。変わらないっていうのはこれ、うん、素晴らしいなと思いながら、あの人たち本当に美味しい天ぷら食べてる。確かにクリンダさんね、ちょっとあの表裏じゃないですけど、あります。ある方ね、ある方、ある方いらっしゃる。本当にまあそれも大事なのかもしれないけどな。そうですね、確かに仕事は切り替えみたいな。でもここがなんかとお付き合いされてる方々はなんか裏もってなさそうな人が多いイメージ。ああ、そうですね、確かにもうまんまですよ。まんまですよ、確かに。ゴルフの激しい人しかないの、うん、おっと。でも達也さんとか多分ゴルフ激しいんじゃない。え、どういう、なんで。え、だって全然さっき違った。カメラの回る前と今じゃね。どういう風に。いや、だってなんか怖かったよ。久々でさ、まあ、それこそキスの事件もあったじゃん、うん、なんか何よ。いや、なんかちょっと時々怖かった、普通に。怖くない。いや、怖い。そんなことねえだろ。怖い。今が怖い。今がもっと怖かった。岡田が急に男だったらマジで怖いからやめた方がいい。本当に怖い。達也たち、この後ね、海賊カンパニーさんの動画もね、はい、そうさせていただく。でも聞かされてないのよ、何やられてるの。あ、何も言ってないっす。まあ、でもすぐ終わります。もう1本、そうです、もう10分ぐらいですね。そうです。僕たちはいつもそんな感じでやってる。うーん、それはいつもなんだ、よかった。私らとだけでさっさと帰りたい。いやいや、そんなこと、そんなことない。概要欄の方に、2人の SNS とね、あと YouTube のチャンネルが入ってありまして、まあそこに私たちもちょっと10分ぐらいで撮った動画が多分あったりますので、皆さんぜひぜひ。いただきー。では、さようなら。心配ブス、あんたブスね、背負い投げ、のけも女子もお邪魔しますの精神で歓迎。